皆さんこんにちは、夏目あきです。今日はですね、バレンタインということで、ちょっと日付が過ぎてしまったんですけれど、今年はバレンタイン当日はずっと家で寝てて、ちょっと遅いのですが、バレンタインのチョコ作ろうと思います。何にしようかなって考えた時に、家にいっぱいルミがあるんですよ。で、あとはマシュマロ、まあ、これ可愛いんですよ。見えるかな、いちごでハートで、すごいラブリーなマシュマロを買ったので、これにもチョコをコーティングしてしたのとしてないのと、あとくるみにチョコをコーティングしたやつを作ろうかなって、今年はそれに決めたいと思います。こういうね、ハムちゃんのラッピング、うさぎさんのメッセージカードバレンタインチョコを渡そうかなって考えてます。まず家にあるオーガニックサイバーストアで買ったカレーチョコミックスセット溶かしてチョコを絡めていこうと思います。ではね、このチョコレート、たくさんの割れたチョコレートたちを溶かしていきたいと思います。こういうカラフルなやつとか、ハートのマシュマロを使って、見た目は可愛らしくあまりね、凝ったものは作れないので、スイーツでね、凝ったものをね、あんま作ったことがないの。いつもパンケーキとか、前はね、ファンの人にあげたので、あのホットケーキとか、あのなんかたい焼きみたいなパンケーキをあげたり、まあ、生チョコ、今記憶にあるのはそれ、そんな感じかな。くるみチョコは自分でも食べたかったので、くるみがたくさんあるんですよ。なんだか怪しい匂いがする、焦げ臭いかわいいエプロン全部見えないな。いい感じにトロトロしてきました。でも少し焦げ臭いドロドロ、いい感じでトロトロのチョコができました。くるみをたくさん入れていきます。入れすぎたかもこれを混ぜて、使い古したこれ使います。もう汚いけど、いつも料理するときに使ってるやつ入れて、あ、美味しそう。でももうこのままでも絶対美味しい、食べたい、いい感じ。はい、これ1個くるみ、意外と地味な作業チョコ同士がね、くっつかないようにするのが結構大変そう。お皿の中でくるみとチョコでヘルシーバレンタイン。くっさー、これ焦げて固まったチョコがある。これはちょっとボツだな、臭い、臭いところもあった、焦げちゃって。お皿見せるけど、なんのこっちゃっていうような見た目、なんか塊の集合体。一応チョコレートできました。なにこれ、怖っ、怖ない、なんかこれ、いや味は美味しいね。こうなんかピーナッツのブロックチョコみたいな、固まったらな。でもこれだけ見たらめっちゃなんか怖っ。でも可愛くするから、何これ切って、ほんま料理の見た目なんか悪いよな。カラフルなやつかけたら可愛くなってきた、ほらね、いいねいいね、ほらどうこういう感じどうですか。これを固まらせて、まず第一弾くるみチョコは OK これで OK 第二弾マシュマロチョコやります。じゃあまたさっきのチョコを溶かして、だいぶなくなりました。でもまだあるけど、これ1キロのやつ買ったから
それをやってる間にこのくるみで作った方は冷凍庫に冷やします。溶かします。その前にチョコ砕くか。無理だ。蓋閉めれ。蓋どうなってんの俺。あ、これで開けた。いきました。可愛いやろこの瓶、100均。まだかな、まだかな。今日はレモンつけてます。イベントだったので、あと巻いてます。チョコ溶けてきたかな。まだだった。あと3分。やば。こっちも溶けました。すごい焦げてますね、上の方が。なんで私はいつも焦がすんだ。焦げたのも混ぜます。やり直しません。あ、でもね、いい感じ、いい感じ。今いい感じになったぞ。どうですか、見た目はトロトロのチョコになった。OK なら OK、 ならよし、ならなかったこと OK。 このかわいいかわいいいちごマシュマロさんの出番。これだけで食べてみよう。うん、おいしい、いちごの味。スクショタイム。はい、投入していきます。浮かべるだけで超かわいい。チョコをね、まぶせなくて、まぶせない方がかわいいね。ピンクと白やし。こんな感じで、ね、チョコてんこ盛りカラフルスプレーカラフルにしてラッピングして、バレンタインチョコ作りは終わり。マシュマロも溶けていくんやけど、この熱で。そんなん知らんかった。これはもしやハートではなくなっている。原型をとどめていない。やべえ、こんな感じ。やべえ、なんてこったい。原型をとどめることが不可能っぽい。ハートではなくなってくっついてしまいました。大丈夫、あのハートのやつもあるから、これはね、ある程度固めてマシュマロチョコだよって。マシュマロが溶けちゃう。あ、ね、くるみチョコの様子を見ました。いい感じに固まってました。もう2時だ。明日もライブなんだけど。何が起きた。やばい。マシュマロさん、めっちゃトロトロやん。これあんたらどうやって固まってくれるんや。これマシュマロは失敗か。どうやんねんこれ。やな、これ全然思ってたのとちゃうんですけど。私が大気の料理ってさ、ちょっと作り方見てなんとなくこれでいけるやろうと思っていつも作るから、それでなんか全然こんなとこんなになっちゃった。ハートのままうまいことコーティングできるんだと思ったんですけれど。失敗、これ失敗やな。失敗やん。どうするよこれ。なんかなんかの不可能を可能に変える手段。
リサイクルします。完全オリジナルでいきます。チョコとマシュマロをトロトロに今したので、それをキューブ状にして固めてカラースプレーでマシュマロチョコにします。もう何かなんだかわかんない原型見た目が見た目はこんな感じなんだけど、またキューブにして固めりゃいいんだ。いい案だこれは。やばい、アキルのスイーツ作りがねとっても苦手なことがすごいバレたスイーツ作らないの自分のためにさ、入れたら結構ないい感じっぽい。キューブに収まったよ、どう？いいよねこれ。あ、どうですか？いいでしょ、リメイクマシュマロとチョコ溶けたやつが合わさってるやつ。もうお菓子名は分かりません。コーティングではなくなりました、ミックスです。そしてじゃーん、くるみチョコ固まった、イエイ。一つ見せるとこういう感じで可愛くない？どう？おいしい。あ、いいいいいい、成功成功、おいしい。こんな感じ今日はピンクのマシュマロちゃん入れて、どう？かわいいでしょ、ほらほらかわいいでしょ。あ、はい、こんな感じでバレンタインチョコできました。最初はねどうなるかなと思ったけど、くるみコーティングしたチョコとハートのマシュマロと入れ中にね入れて、注文してくれた方には郵送して、ライブに来てくれた方にはあげてかな。いいやんいいやん。マシュマロチョコの方はね今見たけど固まったらどうなるのかな、取り出せるのかな、それが心配危な、危ねー。ハムスターこんな感じでできました。味はめっちゃ美味しい、マシュマロチョコ。本日のバレンタインのチョコ作り完成です。参考になりましたか？うーん、参考にはならないね見た目が結構可愛い感じで最終的にはできたかなと思います。ファンの人にね、あのライブ来てくれたりとか撮影会来てくれたりとか、そういう時にお渡しするチョコ、そしてチェキを買ってくれた通販から何か商品を買ってくれた人の特典にあのチョコをね今お渡ししています。2月10はやってますので、もし欲しい人は概要欄から何かグッズを買っていただけたらなと思います。3月23日にはワンマンライブもあるので、ぜひまだね YouTube とかからお会いして、実際に会ったことないファンの方とか Twitter でいつも応援してくださる方、ブログを見てくださる方、たくさんの方にお会いできるのをお待ちしております。ということでバレンタインのチョコ作りの動画でした。バイバイ。